はいどうも、おじさん画角からスタートでございます。すいません。ポポン、わかるかな。ただいま12月28日。皆さんのこの時期仕事納めだと思うんですけど、僕は逆に今日が最後の休みになってね、明日からずっと年末年始ずっと働いてるんで、まあ今からね掃除していこうと思うんですけど、めっちゃ汚いの。ちょっとね、これほんと映すよ。お風呂場なんですけど、ちょっと見てください。なんか変な感じする。この水垢の鏡、じゃん。100均のね、このクエン酸ダイヤモンド鱗取り、まあ最初軽く濡らしますと、こんな100均のやつで綺麗になるんかね。そんな簡単に落ちます、これ。うわ、なんかでも、うわ、なんか、なんか汚れてるとこザラザラ言う、わかる？この音が鳴ってないとこと音が鳴るところがある。すごっ。綺麗になる。お、もう新品、もう新品やん。どっちがモニターか分からへん。これね、ダイソーでありましたんで、年末の大掃除やってみたらどうでしょうか。はい、ということで僕は今から普通の大掃除に戻りますと。はい、こちらカビキラー。数日前にトイレと風呂は一応掃除してるんで、もう年内これかけるだけで、かけてね流すだけで綺麗になる。あ、その前に動画の企画でね、買ったんですけど、もうボツです。ペットボトルでさ、イチゴ育つ言うから買ったのに。くせ。とりあえずね、これお風呂とトイレにね、一本丸々全部ぶちまけてるんでね、もうやばいです。これですよ、これちょっともう今年捨てます。もう上京して、まあ、7年前ですね。友達と3人でここの家に上京してきて、何もないと、あ、100均探しに行こうやって人生初高田馬場に行ったんですね。キャンドゥ行って、その時に買った7年前のやつです。いやー、ありがとう、7年ありがとう、こいつ本当。絨毯も押すか。さ、まあ、あとはですね、アークデススタジオの床をね拭いて、今年1年の掃除はおしまいです。まあ、今年1年のね厄を落とすという意味でもね、大掃除してみたらどうですか。うん、まあ、心機一転ね、新しい年迎えるんで、まあ、家も綺麗に、気持ちも綺麗に1年始めていきましょうよっていうね。はい、そんな感じで掃除ね、あとは床拭いて終わりたいと思います。でね、多分掃除してくると不要品が出てくると思うんですけどね、僕は不要品は今全部ねメルカリの方に出してますんでね、まあお年玉代わりにもなるだろうし、皆さんもメルカリもやってみたらどうですか。うん、まあこんなね大掃除の動画が僕の今年のね最後の動画になると思うんで、今年も1年ありがとうございました。来年はちょっと覚悟がね決まってるんで、まあ、目標を高く覚悟を決めてねやっていくつもりなんで、来年も引き続きよろしくお願いします。今年もお世話になりました。言うて、イエス、アークでした。そして良いお年を。来年楽しみにしとけよ。ってことでシャイニングスター、どうぞ。シャイニングタン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 。